料金所鞘山環状有料道路は、埼玉県鞘山市沢から入間川を渡り、同市貸し原に至る 1.8km のかつての有料道路である。2車線で大愛区間と大通区間があり、両区間とも2021年7月28日に無料開放された。鞘山市にあり、入間川と国道16号を横断する形で建設された道路である。 着工した1981年当時は、狭山市内の入間川には、橋が4本しかなかったため、朝夕の通勤時間帯には、慢性的な渋滞が起きていた。また、このうちに橋については、北から南に向かう一方通行方式となっていた。そのため、国道16号を横断するまでに30分、かかるような状況となり、地元住民などから料金を払ってでも渋滞を回避。 したいという要望が出た。そうした要望を受けて、狭山市が国や民間から資金の借り入れを行い、1987年に開通させた道路である。こうした経緯から、2021年7月31日まで有料期間が設定されており、2013年度末時点で約32.5億円の未償還金が残っている。鞘山市や埼玉県に対する、 無料化要望もあったものの、未償還金が多くあることから、佐山市は、受益者負担の原則を崩さず、無料化の具体化には至らないままであったが、2021年7月28日に、無料開放された。料金所と料金所事務所首都圏中央、連絡自動車道佐山日高インターチェンジから、工業団地を抜け、交通量の多い国道16号を立体交差し、 狭山台を経由し、浦和所沢バイパス方面につなげるバイパスの一部となっている。狭山トンネル第2区間の730メートルのうち403メートルの区間がトンネル部分。埼玉県道340号中新井大代川線、国道16号の地下を通る道路トンネルである。ありがとうございます。